コラム、はい、コラムさんです。さあ皆さん、なんとですね、ポピープレイタイムチャプター1にアップデートが来ました。それを今日はね、やっていきます。まあただね、やっていくだけではなくてですね、どうせね、このモブエンターテインメントのことなんで、何か隠し要素を追加しているのではないかとコラムさんは睨んだわけですね。今日はこのポピープレイタイムチャプター1を久しぶりにプレイしていくと同時に、その隠された何かも見ていきたいと思います。やばい、これめっちゃもうなんか懐かしい。もうここから始まってんでね、コラムさんは感慨深いです。はい、まあそれはいいとして、じゃあ行きますよ、プレイ。はい、懐かしいね、この画面もね。プレイタイム社の従業員だった主人公はね、何年か経った後に誰もいなくなってしまったこの工場に戻ってきたというわけですね。いい顔です。いやいや、ちょっとね、まあムービーもしっかり見ていきましょうか。何か変化があるかと思う、知れないんでね、来ますよ。はい、はい、今ね、まあ翻訳も出してるんですが、この人がやはりエリオット・ルドウィグと言われてる人ですね。まあおそらくそうなんだと思います。で、エリオットの顔が出たのは、ポピープレイタイムの中でこれが初めてで、これが最後です。最初で最後なわけです。それ以降はエリオットの顔っていうのは全部隠されてるんですね。黒塗りになっていたりとか、謎ですよね。はい、でポピーちゃんが登場するわけですね。ポピープレイタイム、なんかチャプター1の時同じこと言った気がするわ、あの最初の実況の時に。まあ、ポッピーちゃんはもう世界で初めての喋る人形だというわけですね。だから革新的な技術でこれ作ってたわけですよ。あ、なんか後ろの絵もなんか気になるね。あ、ポッピーのような香りがするわけですね。安いよね、6ドル。5.99 いくらなんだ、ドル円ドルなのか。だとしたらめちゃめちゃ安い。What's the time? Playtime は掛け声ですよ。この辺の映像もね、かなり考察にはね、コロムさん使ってますけどね。ファクトリーツアーをやってるほど、まあ、300円で、え、わかんない。いくら、あれ、お金なのかな。まあ、昔はね、大盛況だったわけですよ、ポピープレイタイム社というのはね。工場ツアーをやるほどに。さて、出ましたね、ポピーの花と、この謎の通路。そして、タイトルコール。はい、始まったわけですよ。そして謎のビデオテープですね。 Everyone thinks the stuff disappeared 10 years ago 10年前に全員消えたと思ってるんですよ。いや、私たちはまだそこにいるよ、赤い花を探してねと。さあ皆さん、来ました、チャプター1。普通にやるのもすごいあれだけど、あ、そうそう、ほら見て、みんな暗いの分かる？これね、初めてやった時はまだ明るかったんですよ。夕方っていうか、もう朝みたいなぐらい明るかったんですが、暗いでしょ、空が。こんな感じでね。だからもうグラフィックというか、もう雰囲気も抜群になったわけですよ。全体的に暗くなったというわけですね。はい、じゃあコロボさんがチャプター1をプレイしていく前に、チャプター1の画質がすっごい綺麗になってるなーって思ったら、グッドボタンの方よろしくお願いします。この動画でコロボさん、グッドボタン2000目指しておりますので、皆さんご協力よろしくお願いします。それでは行ってみよう。あー、ブロンね、まあ、ブロンもなんかで、ね、ちょっと映像に出てきたりしてキーパーソンな感じはしますよね。草食ってます。イーチヘルシー、美味しそう。オッケー、日焼けごま、オッケー。そしたらここは、はい、これですわ。列車てか、この機関車。あら、おもちゃの色をあっちに入れるわけですね。緑、ピンクだけ覚えておきましょう。天才なので。まあ、何か隠された要素がないか見ていくっていうことはですね、つまり裏側を見ていくわけです。このゲーム実況ではね、プレイしていくのはそうなんですが、インビジブルモードをね、もう使って、同時にちょっと見ていくので、皆さん、一緒に見ていきましょう。緑、ピンク、なんだっけ。すぐ忘れてしまう、コロボさん。はいはいはい、来ましたね。ここで初めてグラブパックが登場するわけですよ。じゃあビデオ見ましょう。あ、待って、ほらパソコンの感じ多分違うよね、前と。ほら、しっかりとやってるかもしれん。コロボさんが使ってるキーボードよりいいな、これ。じゃあビデオ見ましょう。グラブパックトレーニングですね。はい、トレーニングってなんだ。はい、カモン。この辺は多分変わってないだろうね。
まあ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 って感じですわ。物理エンジンがこれ細かいものにまでちゃんとこう働くっていうね、革新的なゲームだったのよく覚えてますよ。やっぱすごいリアルになってる気がするわ。取ります。フラパックの操作感とかはどうだろう。ちょっと荒らします。すいません、ちょっと荒らします。はい、廃工場に乗り込んで物を荒らすというね。こんなお前ヤンキーじゃないんだから。こんなポピー want to play、 遊びたいってポピーちゃんが。もちろんいいですよ皆さん。そしてね、ここでもねチェックしたいものがあって、皆さん前このおばさんの動画覚えてますかね。裏側を見る動画、この床の下にはねとんでもないものがあったんですよ当時は。ちょっと見てみましょう。いきますよ、インビジュールモードカモン。あ、ある。これね覚えてるかなみんな。今日ちょっと明かりを照らします。せーの、シャイニング。あ、やばい、そのまま残ってる。これね知ってるみんな、コロンボさんの前の動画見ていただくとあれなんですが、なぜかこのねポピーちゃんの絵の下にはね塗りつぶされた額縁と写真みたいのがねあるんですよ。もともとは多分こういう壁のねとこに置く予定だったものを、まあちょっとね下に隠したみたいな。これは変わってなかったね。あんまり変わってないよ外の世界も。外が夜になって、あ、え、なんか雷走ってる。え、やばくない？前はねすごい綺麗な空だったんだけど、今はなんか曇り空ですね。そこまでほら変わってる部分はなさそうですね。オッケー。ちょっとこのさレイスピエールのビデオも見てみようか。多分変化はそんなにないかな。レイスピエールという存在もねやっぱり今後やっぱまだまだね謎ですけど、まあ、かなりキーマンですよね。かなりいろんな実験にも関わってたと思われます、レイスピエールはね。いきますよ、アギーとご対面です。カモン。おー、出ましたハギーワギーさん、いかがですか。ほら見て、やばいね、ちょっと上がってるよねやっぱりグラフィック。月明かりが照らしてるさ、やっぱ不気味な感じすごい出てるよ。こんにちはハギーさん、ハイタッチしようぜ。 Give me 5! OK、 ハギーの歴史が書いてあるわけですね。1984年にできてますと。一応押しますか。はい、OK。儀式は終了です。ここでね、試したいことがあって、皆さん覚えてますか？コロンボさんが散々やっていたバグ技。箱を使ったバグ技ですね。この1個だけ、ちょっと不気味なハギーが入ってるんですよ、ここに。他のハギー人形はこういう風にね、綺麗なままなのに、このハギー人形だけ、あ、どこ行った？おい、どこ行った？あ？消えた？え？もう出てる。このハギー人形箱からね出せるんですよ。これも変わってないと。でね、箱の裏技できる。え、これできるまんまやん。これほら、例えばこう乗って、乗ったまま飛べると。普通にできる。そうですか、はい、ありがとうございました。この時すでにハギーはもう動けるわけですよ。でもプレイヤーを襲わずに見守ってるわけですね。ちょっと近くで見てみましょう。見て、ほら、毛並みが実はね動いてるんですね。これもね前も紹介したんですが、おー不気味ですね。やっぱ綺麗になってるわこれ。はい、おー、え、何、え、待って、閉まったんだけど扉。え、これなかったよね多分前。待って、ハギーいるよねちゃんと。え、勝手に閉まった。それは新しいわ。まあまあ、やりましょう、やりましょうか、じゃあちょっと。最初の頃はね、まあ、こいつ何なんだって言ってましたよね、コロムさんも。ちなみにこのポスターはですね、これね、レイスピエールのね、普及があるポスターなんですよね。これが面白いっすよね、なんかね。あ、ありますね。最初に登場してるわけですよ、1006。これがプロトタイプのね最初の影だったわけですね。多分ねチャプター1の頃より見やすくなってるね、この あの跡が。壁を削ってるみたいな感じになってる。何者かが壁を削ってつけたんじゃないかって感じだね、これは。こういう謎解きもね画期的でしたよね、ちょっとね。あ、待って、あー、なるほどね。これ扉が閉まってるせいで、あれだわ、ハギーが消える瞬間がちょっと見づらくなってるんだわ。前は見えたもんね、パーって消える瞬間が。見えないねこれだと。まあいいや。
電気がつくと。そしてここが開くようになるわけですね。もういませんどこへ行ってしまったんでしょうか。ちなみにこのねブロンの顔もねパーって浮くあれだったんですよ。あー治ってるね。もう浮かなくなりましたよねこれはね。ブロンの顔は修正されてるのにこれは修正されてないんかい。はははは。でね、一応ここを見て、ほらみんな、シアターって書いてあるでしょ。ここはまあ当然行けないんですけど、この場所からあのプロジェクトプレイタイムのね劇場ステージに進めるんじゃないかということで、まあ一応コロンボさんは考えてるわけですね。あとはまあこのイノベーションルームっていうのもやっぱ気になりますよね。どういう場所なのか、まあ、まさに実験体を作り出す場所なんじゃないかとコロンボさんは睨んでおります。はい、あるあーあるあるあるいやービビったよね最初のところもさ、ほらハギーの腕があります。こんにちは。ハギーがどんな風にプレイヤーを待ち構えてるのかちょっと見てみましょう。いきますよ。おーすごい形だよねこれね。さあ行きますよ。あーいるいるいるわ相変わらずいるわ。せーの、はい、どういらっしゃいますうーわほら見て怖っちょっとさ、どういう風にいなくなるかだけもう一回見ていいかな、これ。おおなんかちょっといなくなり方違う気がする。腕がフィュンってこう、下に降りてたね。なんか滑らかな感じしますよね、前よりね。気のせいかもしれませんが。はい、そしてこちらには、ステアウェイトゥーヘルですね。まあ、ローンストール。ね、皆さんご存知でしょうかね。ローンストールという、まあ、人物が降りていった階段なんじゃないかと言われてるわけですね。トゥーヘル。まあ、この下に、ボクシーブーの箱が置いてあったみたいなね。そういう感じだと、コロモさんは睨んでおります。この廊下も怖かったな。後ろになんかいるんじゃないかと思ってね、振り返りながら行った覚えがありますよ。開け！オッケー。さあ、来ました、こちら。この音楽いいよね。ボックスオンボックスという曲なんですけど、コロンボさん考察の中でよくこの曲を使います。はい、で一応このビデオテープも見ましょうか。はい。二人の従業員がこのプレイタイム社に対する不満を言ってるビデオなんですよ、これは。リッチとイブリーってやつ、従業員。これね。リッチ、where are they keeping the huggy boxes? I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance left in a sweep of this place?No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. まあこのビデオもね、やっぱ内容的には分からない、非常にね、まあ、考察には重要になってくる部分かなと思いますね。まあ実はあの二人はチャプター2でも、あ、やばい、ハギー見るの忘れたじゃんもう一回見ましょう。はい、ここをね少しこっちに入ると見ててくださいね、あそこほら見えた？ハギーが現れたでしょ？現れる瞬間ちょっと見てみようか、監視カメラで。おお待った待った待った。ちょっとこのまま動かしましょう。いやー、いらっしゃいますね。ちょっと、体の形やばくない？ちょっと待って。相変わらず。ちょっと待ってね。ちょっときつそうだな。でも、ハギーって骨がないっていう設定だから、まあ別にこんな体勢でもそんなにさほど辛くはないんでしょうね。さあさあさあ行きますよ。はい、ああいる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 。No. ああいなくなる。いなくなる瞬間も見てみようか。ちょっといろいろなんだけど、ちょっとね今日長くなるかもしれません皆さん。じっくり見てってね。おお。やっぱ変わってないね、いなくなり方。首がビヨーンって伸びてずーってこう下がる。大丈夫かな、ちょっと心配だけど、ハギーさん。まあ大丈夫でしょう。はい、オッケーオッケー。まあまあまあ、じゃあ先に進みましょうか。取りました、両手にグラパック。やっぱこうじゃないとね。どうやったっけ。あー、こうだね。でオッケー。ここも最初はめちゃめちゃどうやればいいんだーってなりましたね。今となったらほら、ああれ、この通りですわ。あ、待って、もうめっちゃ暗い。ここ前はさ、普通にジャンプでこう動けたんだけどさ、今もう全く動けない。うーわ、なんか前よりめっちゃ怖くなってる。今どう？今どう？待って、え？戻れる？あ、待って。戻れそう、戻れそう。戻れないわ。仕方ない。行くしかないか。さあ、来ました。メイカーフレンドマシーン。どうですか？どうですか？どんな感じ？
いや、やっぱ変わってるよね、質感的には。今のとこでもさ、このチャプター1アップデートに隠された謎のアップデートみたいなのは今のとこ見つけれてはないですね。フォスタリングハピネス、まあ、これはまあかなりね、プレイタイム者を象徴するまあポスターかなと思うんですよ。実験を結構象徴するみたいな。孤児たちに対してプレイタイム者は実験を行っていたんじゃないかと、まあ、そういう説が今のところあるわけですよ。それが恐ろしいわけですね。まずじゃあこのビデオ、ステラグレバーのビデオを見ましょうかね。でやでや、オッケー、聞いてみましょうとかも変わってはないんだけど、ステラグレバーはもうね、今一応出てますね、文字とかね、あの名前で出てますね、チャプター2とかにも。もう重要なポストについてます。この時はまだ新入社員だったとか1階の従業員だったっぽい感じですけど。Playtime Bow Factory. Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. まあこの謎解きはね、もうお手のもんですわ。楽勝です。これ何が起こってんだこれ。ちょっと。ああ、違う違う。そうそうそう。ああ、ちょっと。わけわかんないことになっちゃった。全然余裕じゃないっていうね。はい、どうだ、ちょっと。あ、オッケーオッケー。来た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 。電気が通るわけですね。大丈夫って感じだよね。あんなバチバチしたのでさ、電気取ってくんの。はい、じゃあやりましょう。メーカーフレンドマシーン1960年。まあ早い段階でできてるわけですね、このおもちゃたちはね。まあ、メーカーフレンドマシンがあったことで、まあ、当時にしてはもう最先端のね、おもちゃを作る技術を、まあ、エリオットは導入したと、まあ、先見の明があったんだみたいなことが書いてあるわけですね。にゃくち、オッケー。でや！さあ、目を覚ませ！フレンドマシン！おー。目を覚ましました。で、このメーカーフレンドマシンは、ずーっとこっちを見てくるわけですね。怖い。怖い、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 怖い。なんかこのレバーの押す感じすごく良い感じになった気がする。なんか上流れていきますわ。ちょっとついてってみようか。キャットビーができる様子をちょっとついてってみます。おーすごい、ほら流れていきますよ。でここで検品作業みたいなことが起こられるんだよね、ここ。これすごいよね、この技術。1960年代にこれだからね、ありえねえだろ。キャットビーがなんか今2つになって、まあそんな感じでできてたんだ、全然知らなかったわ。で取りに行きましょう。でね、このね、キャットビーっていうのはこのね、スワップイマルかな、なんて読むんだろうね、交換おもちゃみたいな、パーツを交換してこう遊ぶことができるおもちゃの種類なんですよ、これは。でそれは今のところキャットビーとパグピラーがそれぞれね、こう交換して遊ぶことのできるおもちゃってことが今のところ分かってるんですね、このパッケージに今書いてあります。そして引き見てください。キティキャットコレクションって書いてあるでしょ、の5個のうちの1つが、ね、キャットビーで、もう1つはおそらくキャンディーキャットで、残り3つがこのキティキャットコレクションと言われるものなんですね。前回クロモさんが新キャラじゃないかと言ったやつ、このユニコーンとアヒルと犬、これがもしかするとこのキティキャットコレクションのうちの残りの3つなんじゃないかとクロモさんはちょっとね考察してるんですよ。まあ、キャットビーと同じ同系統のおもちゃである可能性が高いわけですね。どうでしょう、この考え方。どうでしょう。スキャーニングしてます。スキャーニング。さあ、やってきました。彼が来ます。で、皆さん、ここでもありますよね。バグ技がね、これです。箱。箱を使ったバグ技があるわけですね。今でもできるのかちょっと試しましょう。この入り口付近に、この縦長の箱を設置しておくと、ハギーがとんでもない方向に飛んでしまうと。そういうバグ技です。コロンボさん正直ね、成功したことないんですよ、これ。この扉が閉まる真下にこの箱があると、成功しやすいみたいです。ちょっと行ってみましょうか。ハギーさん！はい、来ました、ハギーさん！どうなる？どうなる？あー、飛んだ飛んだ！めっちゃ成功しちゃったんだけど、初めて。久々のさ、アップデートということでさ、真面目にプレイしようかなってのはありましたよ。無理です。
このざまです。どこに乗ってんの、まず。アギーさん、ちょっと。わけわかんないことになってるって、それはちょっと。はい、ちょっとなんとか。あー、やばいやばい。ほら。大変なことになってる。このとこで遊んでないで、ちょっとコロモさんと遊ぼう。いつでもいいよ、みたいな。いつでもいいよ、みたいな顔すな。行くよ。あっ、うわこいカギ戦おうぜ。ほら、いやー来ましたね。やっぱこれリアルだ。ほらすごいリアル。ほら最初の頃ね、もう本当に超絶ビビった記憶がありますよ。出てきた瞬間に面白くなってきやがったじゃねえか。あっ、あっ、あっ、やばいやばい。油断すると壊れるよ、気をつけて。あっ、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 オッケー、じゃあ逃げていきましょう。ちなみにこの中いるときは襲われないんだよ、知ってた。ここから出ると襲われます。オッケー。止まる？あ、止まらないね。あ、止まる止まる止まる。あ、止まらない。あ、止まる。あー、怖い怖い怖い。さあさあ、まあやっぱこの辺も不気味ですね。相当いるんでしょ、ハギー君。あー、いますね。うわー、怖い。壁の中の文字もなんか増えてるらしいんですよね。それをちょっと先に見てきていい？ちょっと一旦ちょっとここでさ、ちょっと今ね、インビジブルモードにしました。なんかバチバチしてんな。大丈夫か。見てほら、これ Leave her to die。 やばくない？彼女を見殺しにしたってことなのかな。彼女って誰だろうね。ポピーちゃんのことなのかな。やばいね。わかんない。カモン、ハギマギ来ました。うおー、うわー、やばいやばいやばい。久々だな、なんかこれもう。大丈夫だよ、コロボさん最強だから。うわ、やっぱ怖いな。あ、やばいやばい。あ、やばい。あ、あ、あ、あ。シンプルにやられました。はい。なんかね、ハギーの後ろを取るっていうワグ技もあったんですよ。しゃがんでると簡単にできるんだけど、それできるのかどうかちょっと試してみようか。ついでにね。ここで、こうやってしゃがんでると。あ、ダメだ。できなくなってるわ、これに関しては。さあ行きましょう。来い、オッケー。舐めるなよ、プロポピプレイヤーのコロンボさんをな。こんなところ後ろ向いてもいけるぜ。後ろ向きはやめときましょう、危ないんで。降りれないかと思った。うわ、怖い怖い、やばい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 。相変わらず怖いな。で、ここをグインとこっちに行くと。来てる？起きたし。あ、来てる来てる来てる。やばいやばいやばい。はい、ここまっすぐ道。うわー、やばいやばい。ちょっとリアルかもしれない。やばいね。オッケー、ここはしゃがむ。で、ここは大丈夫だから待つ。どうだ、うぇー。ここは別に襲われないから急ぐ必要はありませんと。デンジャー、デンジャー。あ、ビビった。あ、そっか。あ、こっちから行くんだったね。歯の感じがやっぱり変わってるわ。なんか前と。あ、待って。こんなに落書きなかったよね、多分。うわっ、めっちゃ落書き増えてる。やばい、ここ違うとこだ、前と。うわー、さよならだよ、ハギ。楽しかったぜ。ありがとな。てぇ、あっと、落ちました、ハギマギ。あー、落ちました。ちょっとじゃあ、ハギマギ落ちていく瞬間もね、見てみましょうか。一応ね、監視カメラでね、はい。はい、相変わらずね、ちょっと悲しい感じで落ちていきましたね。はい。ハギーこれ落ちきった後ね、とどまってるんですよ、実は空中に。これも変わってないのか、ちょっと見に行ってみましょうか。オッケー、じゃあインビジブルモードになりました。見に行きましょう。はい。あ、いるいるいる。いるわ。いるんですが、ハギーさん。何を思うんでしょうか、今ハギーは。お仕事、ご苦労様です。はい。じゃあ戻りましょう。まあ隠しメッセージとかちょっとなんか見つからない なさそうっすね。なんかね、プロジェクトプレイタイムとかだと簡単にね、簡単ではないんだけど普通に見やすいところにあったりしたんだけど、こっちは意味ないと。乗れる、あ、降りれないよね。あれあれ、なんかあるよね。あ、なんだあれ。え、なんかあるぞあれ。なんだ、なんか置いてあるよね。え、ちょっとあった。ちょっとなんかあるぞ。コロンボさんが置いたとかじゃないよ、あれ。インビジブルモードで近づいてみっか。
え？なにこれ？レモン？いや、意味わかんないって、これ。はや？レモンだよね、完全に。このブツブツ感とか。何これ隠し要素だよね。でも一応ね、まあ、イースターエッグ的な感じ。どういう意味があんのこれ。次の敵レモンじゃないよね。絶対これふざけただけだよね、多分。ちょっとここに降り立ってみようか。よし、あ死んでしまいました。レモンを見に行こうと思っただけなのに、そんなセッションな開発の、まあ、おふざけというかね、遊び心なのかな。じゃあ最後ね、行ってみましょう。はい、で、ポピーちゃんのフラワーというわけですね。オープン！さあ、行きましょう。チャプター2の扉さ、ここ青かったよね、最初。ちゃんと色修正されてますね。まあ、それはもう修正されてたっけ？覚えてないわ。本に何か書いてあるとかないか。何も書いてない本がずらりと並んでいると。残念です。仕方ない。じゃあ行こうか。よく見ると、この星の柄ね、チャプター2の中にも登場するし、ボクシーブっていうのはね、星のマークがありますよね。で、よく見たらこれボクシーブ色ですね。その辺つながりあるんでしょうか、わかりませんが。ポピーちゃんお待たせ。ちょっとふざけまくってたらめちゃめちゃ遅れたわ。この辺は変化ないかな。ちょっと変わってる可能性はまああるかもしれないですね。さあ、フィナーレと行きましょう。ポピーちゃん。また会おう。チャプター3でな、目覚めよ。はい、はい。ということでね、はい。あれ？なんか、エンディングロールにさ、変なボタンあるわ。これ何？あ、普通にスキップでした。早送りかと思ったら普通にスキップだったわ。いやー、はい。そしたらじゃあ、チャプター1、ちょっと長々とやっていきました。皆さんどうでしたでしょうかね。で、レモンね。何だったんだ、レモンは一体。ちょっとレモンにさ、ついてなんか、海外勢がなんか言ってないから見てみていいか。ちょっと見てきますね。皆さん、見てきました。でね、なんとね、言語が追加されてるんですけど、今回。で、なんかこの、スペイン語かな？ ESP ってエスパニョーラ。スペインかな？と、やられた時に、まあ、いろんなね、文字がこう表示されるわけなんですが、スペイン語でやると、一つだけこれがあるんですよ。こちら。レモンって書いてありますよね。ハテナで。なぜか、このスペイン語の字幕の中にだけ、このレモンでデスメッセージがあるみたいです。どうやら。だから何って感じだけど。だから、レモンとは何なのかがわかるわけではないんですが、そういう隠し要素、小ネタがありましたね。最後の最後で。ちょっと調べたらわかりました。はい、まあということでね、今日はチャプター1のリメイクやっていきました。まあかなりね面白かったんで、皆さんもぜひプレイしてみてください。で、今度このね7月の15日に何かね発表があるかもしれません。まあこれはね、プロジェクトプレイタイムの中で見つかったラディの画像の中に7月15っていう数字があったんですよ。ここでもね何かがあるんじゃないかと言われてます。はい、ちょっとそれも楽しみにしておきましょう。はい、じゃあね、コロンボさんのチャプター1面白かったよと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた会いましょう。コロンボ、バイバイ。